One lap to green. Line up on the right side. Closed. Pit road is closed. はい、メイくんです。今日は、以前から予告してた、これ、ラデオンの 7900XTX でしたっけね。もう、型番も忘れちゃいましたけど。はい。アスロックのね、本格水冷対応の、ラデオンさんですね。こちらの方を、また、三度、乾燥していきたいと思います。まあ今までもね取り付けてたんですけど、やっぱりメインで使ってる4090に比べるとちょっと落ちちゃうんですよね、残念ながらね。ただ AMFM とか FSR3 とかまあいろいろラデオンもね AMD も頑張ってきて、で前回はねプレビュードライバーで試してみたんですけど、とうとう正式版にドライバーがアップデートになったみたいなんで、正式版だったらもっと効果出るのかなっていうところで、まあ、検証目的で取り付けていきたいと思います。これね、見た目はね超かっこいいんですよね。ただ未だにこの8ピン3つ邪魔まあ燃えるプラグよりはいいのかもしれないけど、意外と電気食うんですよねこれね。4090より電気食っちゃうんで、まあ、そこが残念なところですね。CPU はね、AMD、インテルよりね、めちゃくちゃ電気食わない省電力なんですけどね。グラフィックは、ちょっとまだまだ NVIDIA よりはダメですね。電気食いまくりですね。はい。ということで、早速交換していきたいと思います。まあ、交換はね、毎回同じですね。まずはアクリル板を外して、中を見えるようにしますと。まあアクリル板ねスモークにしたことで中見えにくくなった分、まあ、LED の光があんまり表に出てこなくなったんで、まあ、ゲームやってる時に眩しくなくていいですね。まあ本格水冷の PC なんでね、部品を変えるときはパーツ変えるときはね、もう何でもまずは水抜きと。はい、ということでリザーバーの上部の蓋を開けて、水が抜けやすくしたところで、水を抜いていきますと。4070のね取り外して入れ替えるだけなんですけどね、まあ、ここら辺がねやっぱりね本格水冷のパソコンのめんどくさいとこですよね。まあ、でもね水抜き作業ももう慣れたものです。まあ、このぐらいの作業だったらねだいたい30分以内では終わるかなっていうところですね。まあもうどこをね外したらね簡単に水が抜けるかっていうのを、まあ、考えて作ってあるんで、まあ、そこら辺は、楽になったかなと。最初の頃はねそれ考えないで作ったんでね、
まあ水抜くの大変でしたね。もうパーツ1個変えるのもね半日がかり、ひどいと丸々1日作業っていう感じになりましたけど、まあ、それがなくなった分はまあまあ良くなったかなっていうところですね。まあこれね肺活量検査のごとくね息を吹き込んでね、まあ、水路の水を追い出していきます。結局ねこれが一番早いんですよね。ハードチューブにソフトチューブの余りのパイプを使って、連結させて、で水を息を吹き込んで追い出してます。まあ、水路がめっちゃ長いんで追い出すのは結構大変なんですけど、でも今回はねGPU4070 を外すだけなんで、まあ、その部分さえ水が抜ければいいかなっていうレベルです。でね水抜いたんで、どのぐらい汚れてるかなって見るんですけど、まあ、ほんの1ヶ月程度でもねめっちゃ汚れるんですよね。まあ、これトングでキッチンペーパーを押し込んでぐるぐるっとゴミ取りの網のところをね一拭いすると、まあ、こんな感じですね。まあ、そこそこ汚くなりますね。なんでこれね3ヶ月6ヶ月1年とかって放置してたらねどんなになっちゃうんでしょうね。相当やばくなると思います。ということでね水抜きは終わったんで、次は、GPU を取り外していきますと。まあ、これ本来だったらねなんだケースの中に入れる GPU の縦型縦置き用のフィッティング台なんですけど、まあ、それを直置きして、ちょっとだけ角度をつけて置いてあるだけなんですけど、なんで線外しちゃうと移動は簡単ですね。もうあっという間に取れちゃいます。まあ、ただね本格水冷なんで水がねちょっとでも残ってて基板とかにかかったらもうそれは大変なことになるんで、まあ、そこら辺はね慎重に作業しないとやばいですね。もうねそれでね何回ひどい目にあったかねもう分かんないですからね。まあ全損にしたこともありますし、ねえほんといくらばっかりお金作ったか、あと2台分ぐらいいけたんじゃないですかねもしかしたらね。なんでまあ皆さんもねやるときは慎重にやってください。くれぐれも慣れてきたときがね一番やばいですね。大して確認しないでね閉めただろうっていう感じでね水入れちゃってね実は閉まってなくてジャバジャバ出ちゃうとかってね結構ありがちなんで、まあ嫌っていうほど確認して嫌っていうほど閉めてください。まあ、ただ閉めすぎると今度ネジバカになっちゃいますしね。まあ、なかなか難しいですね。まああとは本格水冷はね水路に水が通ってるのが見えて、いいなってかっこいいなぐらいなんで、これがね簡易水冷や空冷と比べてめちゃくちゃ冷えるかっていうと普通に作ったら冷えないんですよね。要は結局ラジエーターをどれだけ空気を当てられるかっていうところがもう勝負なんで、それが簡易水冷とかだともう水路の長さが決まってるじゃないですか。長くたって20センチ30センチぐらいでケースの表には絶対出せないですよね。で空冷はもう CPU の直上や GPU の直上にしかつかないんでケース内のやっぱり空気をある程度は吸っちゃうんで、だんだん温まってくるともう熱い風を吹きつけてるだけっていう感じになっちゃうじゃないですか。そこら辺がこの本格水冷でカスタムループカスタムした水路を使うことでめちゃくちゃ遠くにラジエーターを置いたりとかクーラーの直下に置いたりとかいろんなことができるんですよね。そうすることで本格水冷っていうのは初めてよく冷えるパソコンになるんで、普通にケースの中に組んじゃったらあんまり意味ないのかなと。ただやっぱりケースの中に組まないとパソコンかっこよくないんですよね。表にベルルンってラジエーターだけ出ちゃったらやっぱりかっこよくないですよね。っていうことは簡易水冷とか空冷でいいんじゃないかなっていう、
こうメイクみたいにもうほとんどね工業地帯みたいな感じになってるパソコンで使うんだったら本格水冷もありなのかなと思います。ということでね、水路も確認したんでリザーバータンクに給水していきますと。で毎回あれなんですけど、もうねクーラント買うお金がないんで精製水でごまかしてます。でも精製水だってね5リッターで1000円ぐらいしますからね、バカになんないですよね。これ毎月消費してっちゃいますからね。もうね RX7 のオイル並みに消費していくっていう感じですね。あれもオイル積んどかないとねどん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 なくなっちゃうんでね。こういったね水はね夏場蒸発していくし、あとは毎回毎回こう入れ替えたりとかするんで、で一回やっぱ出しちゃった水はもうあんまり綺麗じゃないんで捨てちゃうんで、結局新しい水が必要なんですよね。はい、ということでね今水漏れの最終確認ちゃんとしました。もう漏らしたくないですからね。はい、それで水を足していきますと。まあ、この瞬間がね一番楽しいですね、本格水冷やってて。なんていうんですかね、本来水を使っちゃいけないこの電気製品にあえて水を入れていくっていうその背徳感がたまらないですね。はい、あとはこう水がね回っていく音とかね、あとエアが抜ける音が最高ですね。ただねエア抜け切っちゃってこう水が循環しだすともう全く無音なんで、で透明な水使ってるともう流れてんだか流れてないだか全然わかんないですよね。なんで途中にセンサー入れたり水車入れたりとかして、ああ回ってるんだなっていうのがなんとかわかる程度ですね。本当そういうのつけないとね水流れてるなんて全くわかんないですからね。なんで水がね流れにくくなっちゃって流量が落ちてもね気づきにくいんで、まあ、センサーとかね水車は入れた方がいいですね。まあ、その辺はやっぱね簡易水冷メーカーが作った簡易水冷の方がね信用度は高いですね。メー君の作った水路ポンプ信用度低いですよね。はい、ということで、水の交換が終わって無事に作業終了です。でね、今回はね NVIDIA からラデオンにね三たびの変更です。 AMFM がね正式ドライバーに乗っかってきたんで、もうちょっとこう安定して使えるようになるかなと。まあ、前回やった時はメイ君が主にやるシムレースゲームだとあんまり効果なかったんですよね。なんで今回ちょっと最後にもう一回だけ検証して、これで効果がないようだったらもう野に放ちます。はい、7900XTX もねラデオの中じゃいいんでしょうけどね、電気食いまくりなんですよね。4090以上に食っちゃうんで、で性能は4090以下じゃちょっとねっていう感じですよね。はい、今一生懸命ね LED 関連を戻してますね。もうねアリエクスプレスでねありとあらゆるものを買っちゃいましたね。はい、もういろんな LED 買っちゃったんで、もう LED だけでももうお腹いっぱいですね。はい、ハブ使わないとね電源が足りないで光んない。もうビカビカです。はい、でこれもね磁石で止まるんですけど、ちょっと磁石が弱いんですよね。テレビの下部のところにつけてるんですけど、まあ、ちょっとした振動で落っこちます。はい、ということでスイッチオンしますね。まあ、先ほどから言ってますけど、メーカー違うグラボを変えたんで一回全てのグラボをね削除します。削除した上でまずは NVIDIA とラデオン両方入れるときはラデオン先に入れた方がいいかなと。っていうかメインに使うグラボを先にインストールしてからじゃないと、NVIDIA が残ってたりラデオンが残ってるとこのラデオンドライバー入れてもあんまりうまいこといかないですよね。あとこの3画面でやる場合も3画面のモニターだけをつないで1回3画面化しないと、3画面を1画面にしないと他のモニターつけてるとなんかおかしいことになっちゃうんですよね。まあ、そこら辺は注意が必要ですね。はい、ということで今ね NVIDIA のドライバーを削除してますね。でこれ終わったらね新しいねラデオンの
アドレナリンのドライバーを入れて、どんな感じになるかっていうのをテストしていきたいと思います。まあちょこちょこ端折って動画作りましたけど、まあそうですね、水の抜く作業時間は正味30分ぐらいですね。でそれ以外は道具探しに行ったりとか、ちょっと上に呼ばれて家族に呼ばれて行ったりとかっていう作業がまあちょこちょこ間入りますけど、まあ概ね30分ぐらいで作業は終了です。はい、ということでね、この後は早速ね検証していきたいと思います。まあ、これはねもうちょっと動画が長くなってきたんで作業動画です。はい、なんで組み立て完了で以上終了ですね。これねセンサーですね。こういうのがついてると流量とかね流速とかね水温とかが分かるんで、まあ、本格水冷の方は途中途中でこういうのを挟んでまあ動きを見て楽しんでますね。はい、ということでこんな感じでした。まあ、このままだとねビカビカしてね眩しいんで、この上にアクリル板をね重ねて、目立たなくしていきたいと思います。まあ、これもねもうちょっと大きめのアクリル板買えばよかったんですけど、ちょっと採寸を間違えましたね。インテル側とね1個で半分に割って2個にしようなんて適当なことを考えたんで、ちょっとだけサイズが足んないんですよ。なんで上下方向にも横方向にも足らないんで、まあ、いつか買い直しですかね。ケチって買い直すっていう最悪なパターンですね。はい、ということでね、ちょっとやっぱりねちっちゃいんですよねこれね。下側もちょっと開いちゃうし、上側もね開いちゃうんですよね。もう少し大きいの買えばよかったなぁと死ぬほど後悔してます。はい、ということでね、無事にラデオン系のドライバーも入って、水路からも水も漏れず、動作も安定してますんで、完璧じゃないでしょうかね。よかったよかった。はい、ということで無事に完成です。まあ、この後ねドライバーどんな感じかっていうのはまた別な動画で上げてみたいと思います。それではね、最後までお付き合いありがとうございました。ラデオンインテル環境じゃないや、AMD 環境、7950X3D に、7900XTX それと4090っていう、まあ、超豪華仕様のパソコンになりましたね。まあ、4070はねまた7900XTX がダメだったら元戻さなきゃいけないんで、とりあえず取り外して置いときますと。まあでもこれで効果が出るようだったら、ちょっとどういう組み合わせで再組み立てしようかちょっと考えちゃいますね。まあできれば NVIDIA とラデオン競合させたくないんで、 7900XTX で行くんだったらラデオンのグラボ安いやつもう一個買おうかなっていう感じですかね。ただ水冷化するのがめんどくさいですね。そもそもラデオンの他のやつって水冷の水枕売ってんのかな。それじゃあまたね、バイバーイ。